のサイン会にいたらショック、うん、ショックショックだって、ちょっと待ってくださいね。これ、あ、見えるよ、見えるじゃん。こと、いや、ここやね、これだとバレないよね。何々ことになったということですね。友達がみんな何々ことになった。はい。遊びに行った。何？遊びに行った。文になってないじゃん。なんで？いや、なんで違う。なんでなんでよ、茨城が本当だ。なんで？はい、はい、かなちゃん。吉本興業なんだすごい吉本興業に行くようになった。それがいけないことなの？ショックなの？デヴィ夫人会のサイン会と変わらないのこれ？デヴィ夫人会やって。はい、まるちゃん。はい、友達がみんな塾に行く子。正解正解友達がみんな塾に行くことになったから何がそんなショックなの？気楽に楽しくやってんのにさ、なんかさ、みんなひどいよ。あ、そう？なんかさ、あ、俺塾だから帰るわなんてさ、俺は絶対塾に行きたくないんだよ。あ、リズキは塾行かないのか？だってさ、学校の階段とか見るとさ、よく塾の帰りにお化けが出たりとか。いやいや、そんな次元で判断すなよ。あとね、あとさ、なんかお母さんたちとさ一緒にご飯食べられなくなっちゃう。そう、塾行く人多いよね。そうそう、うちの子供も塾行ってるけど今受験やから。え、子供いるの？うん、子供いるのよ。え、引き取ったの？さんまさん引き取ってないよ、合ってるの。合ってるの。そう、塾行くよ。塾行ってる？みよちゃん行ってません。りりちゃん行ってません。え、みんな行ってないの？まるちゃん行ってません。りりちゃん行ってない。ごめんなさい、茨城には塾がないの？あるよ。やめちゃった。やっぱみんな行ってないんだ。こっちはカバー行ってる、塾行ってるでしょ。うわ、ケン君は当たり前だよ。ケン君は当たり前だよ、行ってる行ってるもんね。なんちゃん、天才じゃん。なんちゃんさ、何が得意だった？え、教科で。教科で愛かな。そんな教科ないよ。こんなんでいいよな。さあ、リズキ君ありがとうございました。続いて、ケン、こっち来てください。最近ショックだったこのクイズ、ケン。街で知らない人に慣れないと言われた時。はい、これじゃん。ガリ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 違う。ちそれはショックだよな、ガリガリとか言われたらな。君がそれを思ってることだよね。ガリガリと思ってるの。でも仕方ないじゃん。ザ、リエちゃん、うん、ダサいと言われた。ダサいと言われた。違う違う、怒り出してきたよ。怒り出してきたよ。なんと肝ったものちっちゃい。ねえ、笑え笑え、なんでも。あ、ゆみかちゃん、街で知らない人にデビュー富士山ですか？お前デビュー、デビューで押すのやめなさい。それそれ古い昔の大喜利パターンや。はい、ゆみかちゃん、道を教えてくださいと言われた。街で知らない人に道で教えてくださいと。なんでショック受けんのそれ。全然ショックじゃないよ。はい、レイジ、トロフィーの先っちょ。何笑ってんやろね。あれマジで笑った。これ超笑ったよ。あれやってよ、ケン、トロフィーの先っちょ。トロフィーの先っちょ。洋服着てるから短く見えたけど、通ったらめっちゃ長いって思う。街で知らない人にトロフィーの先っちょって言われた。違います。はい、みよちゃん、街で知らない人に、あんた誰と言われた？あんた誰と言われた？別にそれだって知らない人なんだ。あんた誰言われた？ショックを受けることはないと思うね。はい、このみちゃん、ガリ弁。ガリで押すね、あんた。ねえ、あんたガリで押すね。ガリ弁太郎。ねえ、ガリ弁太郎。はい、りえちゃん、街で知らない人に、どいてよと言われた。どいてよ、あんた。いや、言うおばちゃんいるよね。どかなくたっていいじゃん、こんな細いのだからさ。なあ、ガリだったら言われるかもしれない。街で知らない人に、親のすねかじってんじゃないよ。そんな人いないよ。親のすねかじりゃ、ほう。違う。だ、そんなこと言われる。そんなこと言うやつもおらんわ、ほいで。子供に向かって、お前ら親のすねかじってんじゃねえぞ、この野郎。ヒント。ヒント？うん。よく子供、今の子供が使う言葉。
今、ああなるほど、流行りの言葉、わかったわかった。よく使う、はい、超ムカつく。超ムカつく、正解。こいつムカつく、俺も言いたいねそれ合ってる、それはこっちのセリフだよ俺も言う、そういう知識で、何やこいつ。そんなこと言う前にさ、そのさ、知らない人にさ、すりゃくちゅうセリフでって言ってみろよ。これは言われたら腹立つよな、ケン。そうかな、子供で歩いてて、お前こいつムカつくって言われたら腹立つやろ。自分がそういうことやってるからいけない。何やってないか、何にも。そう言われること、なんかよく普通の女子高生とかはなんかあの好意的なんだけど、なんかよくこういう姉ちゃんいるんですよ。こういう姉ちゃんなんかいきなり通りすがに、私の嫌いな子とか言ってくるのね。私の嫌いな子って言ってくるの、失礼な。これは失礼やね。でもね、別に嫌いなんだから嫌いなままでいいじゃん。なんでやねんお前、それ言われたら礼儀はお前嫌いとか言うと腹立つやろ。別にあそうだからって感じ。俺別にその人好きでもないし関係ないから。お前お前、滝に打たれた最近。何が？そうしか悟らないよ、そこまで。何が？佐野先生、別にムカつかな関係ない。嫌いって言われたら嫌なもんやろ。でもあいつ綺麗なんだよ。そう思うよ。俺知ってる人とかなんか好きな人だったらちょっと嫌だけど、別に他人でしかも知らない人のあっそだからって感じ。はぁ、かっこいいね、レイジ。普通そうじゃない。いやいや、そんなのそうじゃないよ、そんなの。ちょっと聞いたんですけど、はい、佐野先生って新幹線の中で子供にからかわれたことってあるんでしょうか。はい、何回もありますよ、修学旅行生とかね。朝までだとか言って。そうですね、あの昔はあの僕あの銀玉鉄砲で撃たれたことありますからね。そう、はい、寝てたらね、顔50点とか手術で、やけにカンカン言うなと思ったんですけど。佐野先生、何やっぱさ、この世の中ってさ、良くても悪くてもさ、興味持たれているうちから放って感じ。何を言ってんのお前は。何をまとめようとしてんねん。はい、健子ありがとうございました。はい、沙織ちゃん、こちら行きてください。次のミニゲームでしょ。ミニゲームあんの。ミニゲームある。やったー。さあ、行きましょう。年下の子より私の方が何々と知った時、これは好美ちゃんからやな。はい、好美ちゃん。年下の子より私の方が年上。当たり前や。それがショックだった。年下の子より私の方が年上と知った時。あけ、それあるかもしれないよ。これはもうね、これはもう好美ちゃん、あのナイツボケ賞いただくよ。私はショックな人。野球それあるかもしれないよ。どれや。あ、それなんか本当にあるかもしれない。あるやん、本当のことやん、そのままやないか。言うちゃん。違う、違う、だから年下より、はい、年下の子より私の方が子供っぽい。ああ、なるほど。違う、違うって、はい、エミカちゃん。年下の子より私の方が親の愛が薄い。だってサオちゃん兄弟いないじゃないか。一人っ子や。それは君の意見や、それは。いや、他の人と比べて、あ、私は親に愛されてない。愛されてないなった。ちっちゃい子に愛と注ぐからね。で、イチリブーとか言おるからね、あのおばはん連中はね、すぐね、ちっちゃい犬とか、レイとか言うて、アホみたいにね。サッちゃんはアホじゃない。何が。もう君の前だけはね。はい、りえちゃん。はい、うん、頭が悪いと知ったとき。頭が悪いと知ったとき。頭が悪いと知ったとき。わかった、わかった。何？頭がでかい。頭がでかい。それいないよ。レイジ、はい、それは言っちゃダメ、ダメ。生で見れたもん。だって、前野球やってたじゃん。うん、そういうこと。女の子あれだってのっけた感じで。お前前注意したやろ。女の子にそういうこと言うたらダメってね。そんなの。いや、ほっとこうって、それはあかん。ほっといてくれよ。ねえ。はい、ゆりえちゃん。年下の子より私の方が可愛くないと思ったとき。可愛くないって、ここ一番可愛いと、日本で一番可愛いと思ってるんですから。ナルシストやね、ナルシスト。はい、次、好美ちゃん。年下の子より私の方が美人と知ったとき。ショックなことないやんか。あ、そっか。なんでこれ、適当にあの埋めなさんな。一生懸命考えなさい。わかった？はい。次、りえちゃん。モテないと
モテないと知った時。モテるらしいんだよ。じゃあ本人が大きいヒント。これ。アイレージ。え？金がない。貧乏。あー惜しいけども。あもう正解でいいか。正解。要するに何、小遣い。あじゃあ同じだな、お小遣いが少ないと知った時。これはか家それぞれの家によって全然小遣い違うしねえ、どういうことなの。あのね、ゆきちゃんのことなんだけど、ゆきちゃん、ゆきちゃんがね、なんかお小遣いもらったのが1500円らしいの。月に、だから私のお小遣いって1000円なのね。だからそっから私1000円の中で文房具を買わなきゃいけないの。だからなんでゆきちゃんより年上なのにお小遣いが少ないの。あー家庭事情やなこれは。だってさ、しゃあないよ、みんなの聞いてみようか。だいたいいくら。1000円。ほら一緒やないか。いくら。1000円。ほら私は前3000円。前で3000円の親警察官。親警察。あそれで。いやそれでやないわ、ね、誰やるか。私なんかもらえないから お買い物で、あお使い頼まれた時にコツコツ一つずつ抜いてって食べてんの。かわいそうでしょ。それでしょ。かわいそうで。はい、おしまい。さあ、続いてレイナちゃん。さあ、レイナちゃん、行ってみましょう。レイナちゃんはこれ。何々に噛まれた。これがショックだった。犬に噛まれ。はい、みよちゃん。犬に噛まれた。違う。そんな簡単な問題じゃない。ヘビ。ヘビじゃない。猫。猫じゃない。デビュー夫人。もうあげたいけどな、これは。え、みんなあげた。はい、みんな。鳥。鳥の何？鳥の鳩と。正解。鳩に噛まれた。なんなのこれ、鳩に噛まれたって。学校の帰りに、いつも新橋のところで鳩がいて。いるよ。で、そこのゆりかもめのところで。給食でパンが出た時、少し残して給食の付近だから入れて持って帰るから、でその時新橋まで行くから、で新橋のところでハトにパンあげようとしたらね、ハトに噛まれたんちゃうの。それはなんかつっついたのが当たったやつやろ。いやそうじゃないのよ。そうじゃないの。そうやって噛まれたの。そうや、だからパンを欲しいから来ただけのもんやんか。レイナちゃんを狙いに来たわけじゃないやろ。パンと間違えてきて置いちゃった。そうやな、はい、ありがとうございました。ゆきちゃん、あいよ。なんかお寿司屋をちょっワイド邪魔すんで邪魔すんでた帰ってさあ行きましょう。最近ショックだったことクイズ。おばあちゃんのところに行ったらにっこり笑って何々と言われたこと。さあこのみちゃん、にっこり笑って赤字なのよ。にっこり笑って、はいどうぞ。かわいくないね。かわいくないね。あんたあかんて、あんたね、笑顔で揉め事起こすタイプやね、あんたね。はいどうぞ。おばさんになったね。おばさんになったね。子供やまだ。はいレイジ、帰れ。お前らの前でにっくり笑って帰れ。帰んなさい。お前は邪魔なんだよ。はい、ゆりちゃん。にっくり笑ってあんた誰と言う。正解。なんで。おばあちゃんお年嫁してらっしゃるから多分さ。なあこれはショックやよね。でもみんなが通る道やからね、これはもうお年寄りは仕方がない。これはそうかな。そうよ。だってな、他のなおばあちゃんも一緒にこうやって入院してはるからな、でパーティー行ったらこんにちはってちゃんと言ってくれんねん。ほんなおばあちゃんだけなってこんな風に笑ってな、どちらさんでしたかいなって言わはんねん。うちびっくりしたんはい、わかりました。なんだ
誰好みじゃ何なの。うちのねお父さんね、また事故にあった。いやだから今おばあちゃんの話してるからお父さん関係ないの。分かった、という今のところ4対2ピンチ。やっぱりチームピンチでゲーム大会。ニョロ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 。番組ではクイズコーナーに出場してくれる小学生を募集しております。住所、氏名、学年、電話番号を書いてこちらの宛先に送ってください。ニョロ。どんどん応募してニョロ。さあ、決勝ゲーム大会、これはですね、今さっぱりチームが4点、そしてやっぱりチームが2点ですから、ティンパニーマシュマロ大会やりますから、分かってますね。これをマシュマロ置いて叩いて上でパクッと受ければ1点。4回戦やりますから、一つよろしくお願いいたします。もう大体分かってますね。こうしてここに置いてこれを今歯に当たりましたけど、私の場合は食べますよ。そのと食べるもんですが食べますよ私も。一回や、みおちゃん対決。落ち着けよ。それでは結構きつく食べて、はい、行きましょう。はい、みおちゃん。はい、失敗。はい、これ食べなさい。はい、一回戦は引き分け。さあ、ゆきちゃん。頑張れ。頑張れ。さあ、行きましょうか。あ、もうちょっと前行った方がいいんですか。あ、意味ないじゃんみたいな感じで、はい、次リエちゃん、これでもう勝負決めてしまいましょう。はい、リエちゃん行きましょう。惜しいね、惜しいね。今のところ全体さあ、ゆうた、ゆうた行きましょう。じゃあゆうた始まるな。言いたかっただけ。誰も成功じゃ、今の欲しかったね、リエちゃん。さあ、マリちゃん参りましょう。まあ、成功の戦も気持ちよく終わりましょう。いくよ。ダメ。もう最後これあまり難しいから最後は2点差し上げましょう。カイと、ゆりえちゃんがやって、カイがや成功すれば、要するに2点で同点。カイ取れよ。カイ、カイ取れよ。カイ取れよ。さあ、カイはこういうのうまいですからね。うまいですよ、うまいですよ。アダムレ取ったら3回してる。じゃあ行きましょうか。さあ、カイ。もう一回、もう一回もお前ちゃんとせえよ、上がってないよ。はい、行こう。さあ、上から落ちてくるからよく見てね、上の方。お前届かへん。いやいや、なんなのこいつ。ザメ。もうこれは綺麗に食べて、もう楽勝で終わりましょう。はい、ゆりえちゃん、いや、これはできるよ、できるよ、頑張れば。ここ、ここ、どこでもいいよ、どこでもいいよ、あそこでもいいよ。はい。あ、もう一回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 、思いっきり。痛っ。惜しかったね。惜しかった。今度真剣勝負やってみて。俺が成功したらそれでええのか、気持ちよく終わんのか。成功した、成功したい、こっち5点。なんでやねん、なんで。また歯に当たったね。成功せへんかったからこっち荒らしてよ。いや、青川そんなのね。なんで